学生の皆さんによる元気を送ります。学生よさこいチーム踊りんちの皆さんです。学生から日本を元気にをモットーに集まった母体のないよさこいチームです。個人の成長、チームの成長、影響力を軸によさこいを通して仲間と共に本気の先の楽しさを求めて活動しています。踊り子入場。ご来場にお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。我々学生よさこいチーム踊りんちと申します。今回踊らせていただくのは前年度演舞たぎろいです。皆様の暗い気持ちを晴らし満面の笑顔になるよう全力で踊らさせていただきますので、お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。それでは参ります。踊りんち2021たぎろい。霞がかった宵闇に燃えゆく炎をいざ灯せ。さあ始まりました踊りんち2021たぎろい。実況は私サンマルチが担当します。解説は橋本太郎さんです。そうですね、ナイスタタタタ。さあここから暗めの曲調に変わっていきます。ゆったりとしたテンポに合わせて踊り子もゆっくり踊れますね。ここで両手で顔を隠し笑顔で目合わせをしていきます。ここは暗めの曲調ですが満面の笑顔をキープしているのが踊りんちらしいです。さあここから隊列ごとに違う振りをしていきます。そして踊り子たちが闇に包まれていくような踊りを見せてきました。さあここで牧神官で入った踊り子たちから踊りんちの魅力についてメッセージをいただきました。エルちゃん、メリハリがある。ヤンバラピーナちゃん、笑顔が溢れている。橋本二郎くん、みんなが優しい。ミナちゃん、誰でも一生懸命になれる。リモンちゃん、みんながとっても仲良し。さあ太郎さん、このようなメッセージをいただきました。いやー、素敵なコメントで癒されました。さあ踊り子たちがウェーブをして時間のウェーブをしていきます。踊り子と観客が一つになってまいりました。エビオンとともに自分の一回のエネルギーが踊り子たちのことに集まっていきます。集まったエネルギーで闇夜の世界に光を照らし出します。上がって、上がって、ナイススマイル。ここから徐々に
きます。ガルコレンジャー上がっての皆さんでした。学生による元気な演舞ありがとうございました。